はい、皆さんこんにちは、ゴーゴー走りリノビです。はい、ちょうど1ヶ月前に京都駅に着きましたけども、また今回はこの京都駅から西国巡礼旅出発します。今回の今日の、まあ、目的地は20番札所吉峰寺です。向こう町の方まで行きたいと思います。今日も日曜日いい天気で京都駅混雑してます。ではここからちょっとまた梅小路の方まで行って、そこからなんかしていきたいと思います。まずは西向いていきます。バス、観光バスが止まってます。また時間があるときに行きたいです。今日はちょっと先を急ぎます。
当時を出まして、吉峰寺の方に向かって行きたいと思います。お地蔵さんがありました。日向地蔵、西の茶屋、日向地蔵丼と書きますね。こういうのがあるんですね。最後解除いきます。堤防に出ました、桂川ですね。はい、ここからと堤防を通って、あの、グゼ橋ですかね、そこを渡りたいと思います。JR 向こう町駅に着きました。ちょっと寄りまして、西国33札所のスタンプアプリに取り込んでいきたいと思います。阪急の東向こう駅へ向かいます。
こから千代吉三浦吉峰寺の領地中か山域ですかね。もう少し上がってきます。ここから吉見入れだ上がってきます、はあ、山門入り口まで300m、はあ、さあもう少し頑張りましょう。おお、こきついです。あそこがバス停ですね。よいしょ、お直線的がまっすぐきつい。これはあと一丁、あと一丁、頑張ろう。はい、よし、ミネーデラ20番フラッシュ東も着きました。京都駅から約16キロ。はい、よいしょ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 、お寺という橋ですね。日本一の松天然記念物遊龍寺。はい、伏見寺、あ、立派な山門寺です。はい、山門くぐって入っていきたいと思います。時間をつけします。
松を見に行きます。御用松ですかね。今日は霞んでいます。朝からの酵素の加減ではっきりとは見えませんが、京都を一望できるはずでしたが今日はダメ。はい、本日今回はこの20番札所吉峰寺さんに来ました。京都駅から約16キロ、まあ3時間少しでは歩いてこれると思います。いや最後坂はきついですけどね。次回はここから21番、亀岡の方までですね。頑張っていきましょう。今日はここまで終わりです。もうすぐバスの時間ですので下っていきます。立派な山門でした。